こんにちは、ポロです。先日ですね、僕の YouTube チャンネルが登録者1000名をですね突破しまして、チャンネルを立ち上げてから約4年間ですね、まあ、YouTube の中ではかなりスピードは遅い方なんですけど、まあ、ビジネス系のチャンネルで、まあ、登録者1000名っていうのは決してまあ悪くない数字なんじゃないかなというふうにね、個人的には思ってます。まあ、スピードだけがね、まあ、早いに越したことはないですけど、 まあ、いつかね、続けてればたどり着くんだっていうのを、こう、まあ、一つね、示すことができたのかなっていうふうに、まあ、自分では考えてるんですけど、まあ、その記念のエピソードを動画に撮ったんですね。で YouTube で公開したんですけども、まあ、おかげさまでいろんな人からですね、まあ、コメントをいただいて、まあ、祝福のメッセージをね、もらったわけですけど、その中で思ったのがですね、やっぱりその、自分のやっている情報発信っていうのは、何を言ってるかだけじゃなくて、 やっぱりこの自分の情報発信に対する向き合い方とか姿勢とか取り組み方っていうところもまあ見,られ見られてるんだなっていうのがすごくまあ感じたんですね。まあ、そういうことをやっている自分を見て、まあ、僕を見て勇気になりましたとかね、やっぱりコツコツやることは大事だなっていうふうに感じましたとか、まあ、そういうふうに言ってもらうことができたんで、それっていうのは僕が何か、ね、こう、もちろんそういうメッセージも今でも言ってきましたけど、 自分が本当にね、4年間かけて時間をかけながら少しずつ情報発信を継続してっていう、その、まあ、自分の一連のですね、活動を見てくれて、そういうふうにね、まあ、感じてもらったっていうのがあると思うんですねで。それでまあ、自分も頑張ろうみたいなね、えー、気持ちになってくれる人がいたと。やっぱりそういう情報発信っていうのは、やっぱりその、みんな何を言うかばっかり意識するんですけど、姿勢とか取り組み方とか、まあ、自分のあり方ですよね。 そういうところもすごく大事なんだなっていうのは今回のエピソードですごく感じました。だから口ではすごくいいことを言っていても行動が伴ってないとやっぱり説得力が出ないとかね。情報発信を見てる人ってのはそういうところも見てるんで、やっぱりね、そういう、もしその信頼を獲得したいんであれば自分が地道にコツコツとね、やっている姿を見せるっていうのも信頼獲得のね、一つに大きく影響を与えるんじゃないかなと思うんですね。 だから再生回数がどうだとか、登録者がどうだとか、そういう数値的なものだけじゃなくて、そして何を喋ってるのかっていうね、そういう中身の話だけではなくて、本当にひたむきにね、コツコツ頑張っている姿を見せるっていうだけでもですね、まあ、相手の心を打ったりとか、まあ、そういったことがあるわけですよね。だから自分は実績がないからダメだとか、喋るのが上手じゃないからダメだって言うんじゃなくて、とにかく下手くそでもいいから、一生懸命頑張るってことですね。 その姿を見せていればですね、まあ、その見ている人がそれでまあ勇気づけられて、自分の発信を見てくれるようになったりとかね、信頼してくれたりとかするわけです,ですよね。特にまあ、このネットの世界で言うと、全く未経験とかね、実績がない人とか、初心者の人が何かね、大きな結果を出そうと思ったら、やっぱり人よりも何倍もね、行動するしかないと思うんですよ。そういうもう、すでにね、成功しているような人たちよりも行動量が少なくて、彼らより大きな成果を出すっていうのは、 難しいわけだから、最初はもう本当泥臭くというかね、もうとにかくね、行動しまくるってことがすごく大事なんじゃないかなと。僕もやっぱりその、ね、コンテンツの数もそうですけど、たくさん今までね、コンテンツを作ってきたりとか、情報発信をやってきたんですけど、まあその、打率で言ったらかなり悪い方だと思うんですね。あれだけやって、まあこれだけの数字なので、 もうちょっとスマートにできる人っていうのはね、僕の半分以下の情報発信とか、僕の半分以下のコンテンツのね、まあ数で同じだけの成果を出せると思うんです。だからセンスのある人っていうのはそういうふうに、まあ、もうちょっとスマートにできると思うんですけど、自分はどっちかっていうとそういうタイプじゃなくて、とにかくね、人を何倍も行動してっていうのが、やっぱり自分の戦略として合っていたので、まあそれをずっとね、もう貫いて、ひたすら行動し続けてきたっていうだけの話なんですね。 でチャンネル登録1000名っていうふうにね、今回まあなったわけですけど、まあ、4年かかったわけですね。まあ、4年っていうのはかなり時間がかかってる、長い方だとは思うんですけど、まあ、やってればいつかたどり着くんですね。だから4年で行く人もいれば、5年とか10年かかるかもしれないけど、ずっと続けていたら、まあ、基本的には増えていくもんなんでね、やっぱり続けることって大事だと思いますし、途中で自分がね、 もうこんなのやっててもしょうがないやっていうふうにやめていたら当然その線に到達することはできなかったわけだしそれは YouTube だけじゃなくてこういうポッドキャストとかブログとか他の媒体も全部そうですね途中で投げちゃうってことをするから結局たどり着けないまま終わる僕たちにはやっぱりねそのあんまり前進しているように感じなくてもですね少しずつやっぱりこう前に進んでいるというかねちょっとずつこう進歩しているわけですよねだけどその進歩の 量が小さい、あんまり進歩しているように本人は感じないから、こんなのやっててもしょうがないんだっていうふうにやめてしまうわけですけど、まあ、そういうね、それこそ僕の YouTube なんかも全く編集せずに、まあ、サムネも作らずに、まあ、あえてね、1000人まではそういう形やっていこうっていうスタンスでやってたんですけど、そういう YouTube 的にはね、ちょっとごハートというか、あんまりよろしくないようなやり方でやっても1000人いけるわけだから、でやり方うんんだけの問題ではないと思うんですね。 やっぱりずっとやってれば少しずつね、こう増えていくわけだし。逆に、例えばね、YouTube100 本、200本、300本ね、動画上げてるのにチャンネル登録ゼロみたいな人って多分いないと思うんですよ。そういう状態を作る方がむしろ難しいと思うんですね。やってれば勝手に増えていくものなので、だからやっぱこう続けること。もちろん、やりながらね、自分で工夫したり改善したりってしないとなかなかこう成長っていうもの、ね、はつながらないんで、 ただやっってていいればいいってもんではないでですけど、でもやっぱり何よりも人を何倍も行動するからこそ他の人よりもねこう成長スピードが速くなるわけだし他の人よりもねこう成果が出るまでの時間が短くなるっていうことですよね。他とにかくそういう数をいっぱい出していくっていう戦略一個一個時間をかけてこう練ってもねあんまりそこまで精度が上がらないっていうのは、まあ、自分の性格上 よくわかってるので、であればとにかく行動量で示すしかないなっていうふうに思ったんですけど、でもやっぱりそういう情報発信をしていて、まあ、いろんな人からね、もちろん YouTube のコメントだけじゃなくて、他の人たちからもこうメッセージとか、ね、もらったんですけど、やっぱそういうのを見ていて思うのは、自分が何を言ってるかだけじゃなくて、自分のそういう取り組む姿勢とかもね、やっぱり見られてるんだなっていうのが、まあ、すごく感じたわけですよね。だからそれがやっぱり情報発信の一環でもあると思うんですよ。そういう結局、 ブログだったら何を書くかとかね、まあ、ポッドキャストだったら何を喋るかとか、そういうことばっかりじゃないですよってことです。みんなそこばっかりを意識してしまうんですけど、結局それ以外の部分も僕たちは見られている。それもマーケティングなわけですね。すべてマーケティングですよっていうのはもう過去にね、お話したことあると思うんですけど、やっぱりね、そういう、まあ、表の、ね、表面的な外面だけよくて、全然それ以外の部分。 あり方が伴ってないとかであれば、やっぱり信頼って獲得できないと思いますし、そういう形ではね、なかなかこう集客もできない、ビジネスもうまくいかないと思うんですだから、ね、これっていうのはやるだけでできることだと思うんですね。何か高度なことをやれと言ってるわけじゃなくて、ただ継続するだけだから。継続することってまあ難しいと言えば難しいんですけど、まあ、極論言えばただやってるだけなんですね。やるだけだから、別になんか難しいことやれって言われてるんじゃなくて、ただ行動するだけなんですよ。 でもそれだったら心がけ一つでできると思うんですね。だけどその心がけがちょっと甘いというかね、コミットメントが弱いから、今日いいやって言ってやめてしまう。で、1日ぐらいだったらまだしょうがないですけど、それが2回、3回、4回とね、続いてずる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 言って、結局できないまま終わってしまう。だからそれだとやっぱりね、こう自分の発祥を見てる人にもあんまりいい影響を与えないと思うんですよ。だからそういうところで、やるだけだったらとにかくやるんだっていう意識。 あとからいくらでも楽はできますから、それこそポッドキャストとかね、YouTube とかやってれば、コンテンツの数が増えればね、それだけ自動でアクセスが来るようになるわけだから、今はしんどくても、後々ね、そういう自分が発信をしなくても自動で集客できるような状態が実現できるわけだから、今はね、しんどくてもこれがずっとね、この先も続いていくっていうものではないので、せめて今だけでも頑張るとかね、そういうことをしていかないと、特に実績のないうちとか、 っていうのは、そういうまあ行動で示すっていうのも大事だし、やっぱり結局、人の何倍も行動する、人の何倍も勉強したりとかするからこそ、先に行ってる人にまあ追いつくことができるわけですよね。だからそれっていうのは、別に僕だけじゃなくて、誰でもやろうと思えばできることだと思うんで、やっぱりね、そういう、今回はまあ,あくまでもね、チャンネル登録1000名っていう一つの節目、数値的なねベンチマークでしたけど、結局そこに、まあ 一番何が重要だったかっていうと、まあそういうね、自分の情報発信とする向き合い方とか姿勢で、そういうところをやっぱ見てる人が多いんだなっていう、あくまでもね、登録者1000名なんて、YouTube 上にはもう本当に星の数ほどいるわけだから、それ自体はあんまり大したことじゃないわけですね。でもそれを4年かけて全然数値が伸びなくてもやり続けたっていうところに、やっぱりみんなね、すごくこう心を動かされたんじゃないかなっていうふうに思うんで、 逆にその時間がかかったからこそ、それだけたくさんの祝福メッセージをね、もらえたと思うんですよ。あれがもし1ヶ月で達成してたら、そこまでね、祝福されなかったと思うし、だからそのゆっくりとね、時間がかかりながらも、やめずに頑張り続けるっていうところは、すごく価値があったんじゃないかなと思うので、情報発信っていうのはね、何を言うかだけではないんで、自分のね、向き合い方、取り組み方っていうのも見せて、それがね、やっぱり情報発信、上手な人っていうのは、そういうところもね、 見せることができると思うんで、えー、発信の内容だけじゃなくてね、自分の行動で見せるっていうところもぜひね、考えてみてほしいと思います。